下北半島の衛星画像下北半島は、青森県北東部に位置する本州の最北端部の半島。半島全体が下北半島国定公園に指定されており、日本三大霊場に数えられる恐れ山などがある。旧都南半にちなみ、都南半島とも呼ばれ、形状がマサカリに似ているので、マサカリ半島、マサカリ半島の別名もある。 下北半島、下北半島の位置、下北半島の地形図をそれ山下北半島は本州の最北端部であり、青森県北東部にあたる。野辺寺町付近から下北丘陵が北へ向かって直線的に突き出している。その北部からは西に向かって大きな三角形の半島がさらに突き出しており、道の区湾の東側半分を抱き込むような形をしている。 西に位置する津軽半島との間には平立海峡がある。下北半島の北東端は下北丘陵の終端部にあたるシリア崎、北西端は本州最北端の大間崎である。北側では津軽海峡を挟んで北海道の大島半島と向かい合っている。大間崎は北海道最南端の白紙岬よりも北に位置する。マサカリの葉にあたる部分には 鎌伏山を最高峰とする恐れ山山地が広がり、平地はほとんど見られない。また、緑色業界岸を主とする恐れ山山地西部が侵食しされた結果、仏ヶ浦の祈願群が形成された。これに対し、下北丘陵との接合部には、田辺定地が広がっており、下北半島の中心都市のむ市はここに形成された都市である。約二十万年前は、 本州と恐れ山山地と下北丘陵は海峡で隔てられていたが海流が恐れ山山地を洗い大量の土砂を運搬したため陸地をつなぐ平野が形成され田辺定地になった。マサカリの柄にあたる部分は南北約5 0トルにわたり東西1 0トルから1 5トル程度の幅を持つ。下北半島は太平洋と道の区湾を隔てており北部には 日本最大の砂丘の猿が森砂丘がある。また、南端の太平洋側、すなわち、下北半島の付け根には小川原湖小群が見られる。なお、下北半島は全域が青森県に属しており、ここに位置する市町村は、むつ下北郡上北郡人口94,151人、面積1,876.82キロ平方メートル、 人口密度50.2人、平平方メートル。である。これらの自治体からなる、下北地方は、六つしを中心として3つの地方に区分される。下北半島の気候は、日本海式気候に属す。また、欠片の気候区分では大部分の地域が、CFB に区分される。ただし、海に囲まれている上に、山もあるため、同一半島内であっても地域によって気候に。 違いが見られる。下北半島は、本州の最北端に位置し、いくつかの生物の北限地となっていることから、下北半島と北海道の間は、分布境界線であるブラキストン線に定義されている。日本ザルが人を除く、霊長類では、地球上で最も北に生息している他に、月のワグマや、日本カムシカの北限地でもあり、シュレーゲルアオガイルが、大魔マチョで、 繁殖の北限にあたる。なお、下北半島の月のワグマ個体群は、環境省のレッドデータブックで、絶滅の恐れのある地域個体群として評価されている。また、ウソリコのウグイが共産性の湖水に生息する魚類として知られており、一般に魚類が生息できる酸性度の限界を超えた環境下で生息している。下北半島には、 国の天然記念物に指定されている、ぬいどう石山、ぬいどう石の特殊植物群落があり、大浦和竹や木崎七窯戸、米髪が桜などが生育している。また、下北半島の西部は、1984年11月1日に、長寿保護区に指定された。下北長寿保護区の面積は49.46平方キロメートルで、 このうち特別保護地区は10.68平方キロメートルである。青森市などの津軽地方や下北半島を含む南部地方の三沢、八戸方面とは、野辺寺町、または六ヶ所村経由で複数接続されている。このほか、下北半島縦貫道路が建設中である。JR 東日本の大港線が野辺寺駅で青い森鉄道線と接続している。 かつて半島北部を走っていた下北交通大旗線は2001年に廃止された。下北半島には鉄道空白地が広い上に大港線は駅間が長いため主に下北交通の路線バスが運行されている。下北半島の西端と津軽地方は直線距離では海上経由の方が近い。このため、むつしは木の沢、西村などと青森港を結ぶ。 旅客船が運航されている他に、脇の沢と津軽半島の蟹田港を結ぶ、陸奥湾フェリーが平立海峡を結んでいる。また、北端の大間町からは、北海道の函館まで津軽海峡フェリーがとして運航されている。下北半島の北部には、北海道南部の大都市である函館へ、買い物や通院する住民も少なくない。国土交通省、 全国感染旅客巡流動調査によると、下北半島を出発地あるいは居住地とするものの巡流動は以下の通りであった。同調査では、青森県内の各生活圏間の流動データがないものの、下北半島と陸続きである38カ北、地方や県庁所在地の青森市との流動が、下記の生活圏よりも多いと考えられる。 207地域生活圏東北地方は、白地、北海道は、関東地方は、夏の仏ヶ浦海岸の様子仏ヶ浦下北、半島は、半島全体が、下北半島国定公園に指定されている。景勝地では、シリア崎、大間崎がある。また、板タで有名な霊場の恐れ山を要し、温泉も見られる。下北半島には、 エネルギー産業に関わる施設がいくつもある。小川原子湖小群とは、小川原湖の他に、小淵沼、高保沼、市、八木沼、玉も沼、内沼、姉沼という、海や床や、関留湖が並んでいる場所である。日本猿も、下北半島の本土猿として2002年発行の、レッドデータブックまで、絶滅の恐れのある、地域個体群として評価されていたが、2007年版、 レッドリストで削除された。チリ2016.3ボリューム61207生活圏関流動データ表出発地目的地207生活圏関流動データ表居住地旅行先。ありがとうございます。